はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。今日もファミサポをやっていきましょう。加速交流戦の第4戦目ですね。お相手はバファローズの近鉄ですね。で、鹿せんべい、まあイメージ的には藤寺球場なんでしょうね。で、先発は3人目だからね、長田浩二さんなんだけど不調だな。山田さんね、校長でもそんな打たんからね。まあいいか。先発は山崎さんか。しまった。あれ、タイミング合わねえ。これは詰まったね。ボールダメやったかもしれんな。さあ、前回はね、見事なコールド勝ちやったんですけど、あ、今度ボールダメか。どん詰まりだ。はい、ということで三者凡退でしたね。うわ、ブライアントさんがいる。合わせてくるね。狭いからね、ホームランも出やすいんですけどね。そう、ブライアントさん何本打ってるの。39本か。盤面かな。うわー、強引に引っ張ってくれね。序盤が、石広さんか。これはレフト線。いやー、先制点はバファローズ。これはライト切れたか。さあ、なんとかね、ツーアウトまでこぎつけました。うわー、6番にスチームスさんがいる。和田さん、待って取ってファーストへの送球、アウト、スリーアウト。さあ、先制で取られましたね。これはボール球やったかな、ちょっと打ち上げちゃったけどね。入らんのか。当たり良すぎた。シングルヒットになっちゃう。球場が狭いから。これは詰まったね。打ち上げてしまった。アウト。打っちゃったね。まゆみさん一発欲しいね。
セカンドゴロ。打ってやあ。8番に中村のりさんか。渋谷高校ね。石橋がちょっと北の方行ったところにね、ある高校ですよね、確か。アウト。カーブをことごとく今日は打たれるな。危ない危ない。逆転や。さあ関長だけどね、山田さんよりはマシ。アウト。これはセンターの横抜ける。さあ檜山さん意外と足が遅いけど、セカンド回って三塁ギリギリセーフ。ギリギリでもないかちょっと嫌だったね。さあ上ちゃん、ここは、ヒット狙いで短く持っていきましょう。まずは同点ね。いかん。間に合わない。あ、いい当たり。ああ、もうバテバテ。ああ、よかった。逆転や。さあ、もうね、バテバテなんで、4回から変えちゃいましょう。これはレフト前、前。あ、三山さんか、キャッチャーね。さあ4番待ってきましたね。ノーアウト1塁2塁。進塁打目にはねギリギリになりましたね。ゲッツーかと思った。ここは新庄さん走りましょう。うまい。レフトの横左中間へ。さあようやくらしさが出てきましたね。
レフト線フェア。ホームイン。よっしゃ。間に合わないな。お、ポテンもある。これも左中間。真由美さん意外と足が速い。ホームイン。よっしゃ。おお、レフト前。ホームイン。よっしゃ。あ、レフト前じゃない、ライト前。引っ張ったからね。ライト前ですよね。さあ次の球。あははははさあしかし5点取りましたね、5対1に逆転しました。さあピッチャー変えましょう。山本さん。あれ、あ、抜けるんだ。タイミング早かった。センターゴロになるのかな、この扱いは。さすがにファーストは間に合わない。山本さんがナイス火消しでしたね。あ、でもない、やらないな。完全な打ち損ない。鋭い打球、ショートの横。ホームイン。よっしゃ。ミスターボール。さあ、石見さんもね、続いていきたいね。おお、おお、落ちない。落ちなかった。ミスターボール。さあ追い込みたいね。さあ真由美さん打点かすけチャンス。大きい、入ったー、ホームラン、スリーラン。やったぜ。ほぼライナーだね。真由美さんらしい当たりちゃ当たりだけどね。さあ今日2安打で被安。おお、エラーした。
しょうがないな。逆転や。さあ追加点が取れるようなところで、山木さん好調なんでそのまま行きましょう。あれピッチャーの位置ずれてた。これはピンチだ。あーライトオーバー。あぶねえ。はい、ということで、バファローズ1点追加ですね。10対2になりましたね。あ、レフト前、うまい。野茂さん、お、小池さん、あのまで見せまされ、小池秀郎さんですよね。もう秀郎さんか。まあとりあえずは他球団のあれでしたっけ。なんかね、ホームイン、やった。ホームあ、ライト前。さあ、あと一歩、あと一点欲しいね。いける。うん、下がってくれたからね。さあ今日ホームランの前打ってる真由美さん、これもいい当たり、レフトはツベース。さあ前回のノーヒットでしたからね、真由美さん。これも、おお、右中間。さあコンパクトに打って打球がスリーベースになる。さあ今日は3安打のヒアン、あ、ホームラン出ればサイクルか。打ち損なった。今のは打ち損なった。あ、これは詰まったな。はい、ということで4点追加ですね。2点余裕できましたね。さあピッチャー変えましょう。クルミトさんね。
ツアー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 ツはい、ということで、今回も逆転勝ちで、コールドゲームという結果になりました。いや、よかったね。まあ、でも亀ちゃんがね、ノーヒットやったんですね。18アンダーか、14点ね。まゆみさんのスリーランもありましたね。素晴らしかったですね。まゆみさん5打点という結果で。はい、ではね、次回はライオンズとのこれで、交流戦最後になりますね。でその後に、エキシビションマッチ、本当のエキシビションマッチですね。ナムコスターズとドリームスと2つとやって、締めたいと思っております。残り3試合ですね、お付き合いいただきたいと思います。それではさよなら。